はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、コーヒーを初めて自分でドリップしてみたいなって思った方向けに、僕カズマックスがおすすめする、そしてまあこれを買っておけば間違いないよっていうコーヒーの、マストアイテムと、基本の入れ方をご紹介していきたいと思います。まあこれ結構毎年くらいの勢いでやってる企画なんですけどね、やっぱりコーヒーって基本が重要なんで、でここが一番みんな知りたいところだと思うんで、毎年ねアップデートしていきたいと思います。はい、ざっと並べるとこんな感じですね。まずはこっちからいきましょう。ドリップポットですね。これ言わずもがな、まあコーヒーを入れるときに使うポットですよ。細く繊細にお湯をね注ぐためにこういう繊細な形のポットが必要になります。まあ夜間でもいけないことはないんですけどね、とりあえずまあこういうのがあった方がいいです。1000円から高いものだと1万円まで結構開きとか材質とかあるんですけれども、これダメだなってポットってまあめったにないんで、まあ自由に好きなものを選んでいいと思います。はい、続きましてこちら、手挽きミルでございます。コーヒーを挽くためのミルですね。まあ電動っていうのもあるんですけれども、価格面でもとりあえずまあ豆を挽く楽しさを覚えるっていう面でも、やっぱりとりあえずで買うんだったら手挽きミルが一番おすすめかなと思います。これがあることによって、で豆を挽くことによって、やっぱりねコーヒーの香りって花開くんですよ。コーヒーの豆の持っている香りとか味がやっぱりこう閉じ込められてるんですね。それをこう宝箱感覚で開けてあげるっていうか、すごいオタクっぽいけどでもね、実際飲んでみると本当感じるんですよ。粉で買うときと豆で買うとき、一回試してみてください。だいぶね違うんで。まあ何もドリップに限らず、コーヒーを入れるっていうこと、もう全てにおいて、コーヒーのミルっていうものは最重要マストアイテムです。これが第一。はい、続きましてこちら、コーヒーを入れるためのドリッパーと注ぐためのサーバーですね。でもこれはね、究極サーバーなくてもいいですもう普通にキッチンにある計量カップとかで全然代用が効きます。まあ買うの本当後でいいでしょう。まあ本当にとりあえずこの3つだけあればドリップっていうのは成り立ちますね。これで全然いけます。ただ一つね、僕のおすすめでね、一つ付け足してほしいんですよ、こちら。キッチンスケールでいいです。これドリップスケールなんですけど、キッチンスケール、数百円で買えるやつで大丈夫です。結構ドリッパーとかにセットでなんかね、プラ製の、計量カップとかついてんだけど、結構ね、アバウトなんですよ。だから、ちゃんと数値で測って安定化させた方が、常に毎日美味しいコーヒー、安定したコーヒーが飲めるし、その後の自分のドリップの上達具合とかもね、すごくわかりやすいです。はい、というわけでね、すみません話が長くなりましたが、こちらがカズマックスのおすすめするコーヒーのマストアイテム。これさえ持っておけば間違いなく美味しいコーヒーが自分で入れられるよっていう、道具たちでございます。まあ、今日はこれを使ってね、実際にコーヒーを入れていきたいと思います。はい、それではまず豆を測りましょう。あ、違うの、その前にまずミルの調整だ。まあ、正確にはメーカーにもよるんですけども、基本的に手挽きミルってこの辺り薄のところにダイヤルがついていて、そのネジですね、これを緩めていくことでコーヒーの粗さを調整することができます。で、調整が終わったら豆を入れます。まあ大体2杯分とか入れるんだったら、豆の焙煎度によるところも結構あるんですけれども、まあ、23とか4とか使って、カップ2杯分 300ml くらい入れるのがまた適正かな。とりあえずはこれで入れてみて、そこからまあ味が薄かったら増やしたりだとか、濃かったら減らしたりだとか、そういう普通にシンプルな調整で大丈夫です。特に何も決まった分量とかないし、自由にやって大丈夫です。はい、それではいよいよ実際に豆を挽いていきます。取っ手を準備していきます。この時は本当になるべくでいいんで、一定の速度でゆっくり回してあげるとコーヒーが安定した味わいになりやすいです。無理してガシャガシャ回してしまうとコーヒーが暴れて結構バラバラになってしまったりとか、その抽出にムラが生まれてしまうので、なるべくでいいんでゆっくり丁寧に回してあげましょう。あ、コーヒーのね、いい香りがしてきましたこれがいいんだよね、コーヒー引くのって。このミルで豆を引いているっていう、この豆のゴリゴリっていう手応えもいいし、この粉の状態から香ってくるね、この香りを、新しい豆を使っているからこそね、こう開いた時にめっちゃいい香りがね、広がるんですよ。これがほんと好きでさここからね、コーヒーは始まってるから、だから楽しいんです。実際やってみないとこれわかんないから、ぜひぜひね、やってみてください。あ、引けたかな。はい、すべてのコーヒーが引き終わりました。そしたらサーバーとドリッパーを準備して、あ、蓋はこれ外してね、させて、塩水ペーパーの場合はここ点線のところをどっち側でもいいんで折り込んで、なるべくピシッとした折り目をつけてあげます。これをしっかり折ってあげないと、コーヒーの粉がねよれてしまったりとかするので、こうやって開く時もしっかり広げてあげます。
よし。でドリッパーにセット。さっき引いた粉を入れてあげます。でこの粉をなるべく平らにならしてあげて、この作業もね結構大事です。よし、OK、粉もかな。でね、どうしようかな今回、スケールをね入れても入れなくてもいいです。これがドリップスタンドっていう、こうやってサーバーとドリッパーを離すタイプのね器具を使うようになってくると意味合いが変わってくるんだけど、とりあえず現時点ではそんなに深く考えなくて大丈夫です。とりあえず今回ある程度の目安として入れておきましょう。さあ、それではいよいよドリップをしていきますよ。手鍋でもケトルでも何でもいいんで、とりあえずお湯を沸かしてドリップポットに移します。しっかり沸騰したお湯を注ぐと、だいたいねドリップケトル、89度から92度くらいの温度になります。でこの温度帯って実はめちゃめちゃコーヒーを入れるのに適してるんですよ。だいたいどんなコーヒーも美味しく入ります。だけどさらに自分の好みを反映させたいとか調整をしたいときに温度計があるとやりやすいっていう話ですね。でまあちょっと熱いかなと思ったら、まあ、サーバーを温めがてらこうやってお湯の入れ替えをしてあげるといい感じの温度になります。現在お湯の温度88度。よし、 OK、 ちょうどいいですね。じゃあこれで入れます。まず蒸らしですね。粉全体にお湯を染みさせてあげます。これがあんまり多すぎてもシャバシャバになってしまったり意味がなくなってしまうので、まあ最低量くらいで大丈夫です。全体に染みるかな、下からちょっと垂れてくるかなくらいで OK です。はい、ポタポタきてますね。あーいい香り。あー、これがねほんとね毎回楽しみなんですよね。はい、じゃあある程度蒸らしたんで注いでいきます。まあ、この蒸らしの理由っていうのが、こうやって注ぐとガスが出てくるでしょ、モコモコと。これがまあドームの理由なんですけど、これが最初ってね、ガスの出が良すぎるんですよ。そうすると結構抽出に影響を及ぼしてしまうので、少し最初に放出させてしまいましょうっていうのと、コーヒーにお湯を浸透させて成分を出しやすくしましょうっていう、まあ、2つの理由があります。細かいこと言うと、まあさらにこのお湯を注いである程度膨らませることによって粉同士にこう距離を作ってあげてコーヒーが出しやすくするとか、まあ、そういう細かいこともあるんですけど、まあ、諸説ありますけどね。とりあえずそんな難しいこと考える必要は最初は特にないです。まあ最初はというか、もうずっと考えなくてもいいんですけどね。コーヒーはとりあえず自分の好きに美味しいコーヒーが入れられれば一番幸せだと僕は思うので、自分の楽しい美味しいと思う入れ方でやっていくと一番いいと思います。今この中心からね、のの字を描くように注いであげると入れやすいかな。少しずつこの白いところを広げてあげるイメージですね。でこの塩水ドリッパーの特徴がね、落ちるのが早いってところなんで、もう結構サカサカ注いでしまって大丈夫です。まあもちろんゆっくりやってもいいんですけど、ささっと注いであげることであまり抽出が長くならない、つまり、あまりこう味が濃くなりすぎないってことですね。時間があまりに長くなりすぎてしまうとえぐみとか雑味の原因になってしまうんで、なるべくだったらまあ3分から4分くらいの範囲でドリップを押さえてあげるのが僕はおすすめかな。で最初はドームなんですけど、こうやっていっぱい注いであげるとコーヒーはだんだんシャバシャバになってきます。だからドームがなければいけないってことは全くないってことですね。はい、じゃあこれでしばらく待って、メモリが 300ml いったら下ろします。この待ってる時間も楽しいんだよね。よし、下ろします。はい、下ろしました。まあ、俗によく言われるすり鉢って状態ですね。まあ、ただ入れ方によってはこうならない場合ももちろんありますし、ただの目安なんで、こだわることはないと思います。まあ、本当にねコーヒーって何度も言いますけど自由でいいんですよ。結構どうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないとか言われていたりとか、あのイメージとかあるけど、結構ねそれって噂だったりとかただの眉唾だったりとかして、究極ね美味しいコーヒーが入ればいいんですよ。とりあえずまずはこれを飲みましょう。これが美味しきゃ勝ちだから。はい、じゃあ今日はもうせっかくなんでね、ちょっとカッコつけてワイングラスなんかでいってみたいと思います。もうこういう感じでね、グラスさえも自由なんですよ。何使ってもいいと思います。逆にこういうのを使うとね香りがよく分かったりするし、注いであげます。よし、あーいい香り。ほんとねー、
美味しいコーヒーってめちゃめちゃいい香りがすんのよ。今回のチューブ化入りって言って結構深めの焙煎度でこうしっかりめな香りがするんだけど、浅入りとかになってくると、まあ酸味はちょっとあって、あの好き嫌いは分かれるところではあるんだけれども、華やかさがあったりとかして、それはそれでね美味しいんですよ。まあコーヒーってほんといろいろあるんで、ぜひぜひ試してみてください。じゃあいただきます。あ、いい香り。あ、うめえ。クリア、めっちゃクリア。これがまあペーパードリップの一番の利点かもしれないですね。紙のフィルターを使ってコーヒーをこすことによって癖がなくなるんですよ。万人受けする、特に好みが分かれない本当にクリアなコーヒーが飲めて、でしかもクリアであることによってそのコーヒーの持っている香味をクリアに本当にねシンプルに感じ取ることができて、非常に豆が見やすいです。これがもうちょっとコクが欲しいなとかになってくると、ドリッパーを少し落ちるのが遅いタイプに変えたりだとか、もしくはネルフィルターっていって布のねフィルターを使ってコーヒーの油分も一緒に落としてしまうとか、であとはさっき挙げた中で言うとね、ミルの引き加減を細かくするとちょっと濃く出たりとか、ドリップするお湯の温度を少し 1,2 度上げてあげるだけでちょっと苦味が強く出たりだとか、本当にちょっとで変わるんでね、本当これがね面白いんですよ。まあ何せこれはねやっぱり自分で入れてみないと分かんないところではあるんで、で入れてみたら本当にね、あ、コーヒーってこんなに手軽に味変えられるし自分の好みに寄せられるんだ、で自分でも美味しいコーヒーってこんなに簡単に入れられるんだなっていうね、本当に感動があるんですよ。ぜひぜひねやってみてほしい。コーヒーは決して難しいもんではない。難しくすることはできるし、難しい世界ももちろんプロの世界にはあるんだけれども、そんなことね考えなくていい。とにかく気持ちよく楽しく美味しくね幸せを感じることができたらコーヒーっていいと思うんで、ぜひぜひちょっとでも興味が湧いたら、あの概要欄にねマストアイテム貼っとくんで、もしよかったら明日から始めませんか。コーヒー楽しいっすよ。はい、というわけですいません長くなりましたが、今日のカズマックスのコーヒーワールド、コーヒーを入れるための基本の、まあ、マストアイテムと言い方でございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。